ここからは倉知さん演じる夢王子ふみにちなんだ企画をご用意しました。題して高級ポン酢はどっちクイズ。はい、倉知さん演じる夢王子ふみといえば、はい、大のポン酢好きですよね。はい、ということで今日は特別にこちら3種類のポン酢をご用意いたしました。さて、舞台少女たるものですね、うん、はい、味にも敏感でないといけません。やっぱりね、何でもできないとダメなんです、ね、そうなんです。聞いてください、うん、どれか一つが、はい、1800円の高級ポン酢でございます。はい、残り2つはスーパーで200円で手に入るポン酢となっております。全然違う差ありますから。そうですね、すごい差がありますね。外したら恥ですよ。確かに恥ずかしい。はい、ということで、うん、みんなで食べてみて、うん、どれが高級ポン酢か当ててみましょう。なるほどね、はい、ちなみに私相葉はポン酢好きといろんなところで言っております。ポン酢声優。ポン酢声優そうよ。だってもうだってライブでどういうことよ、ポン酢ってポン酢だって。確かに確かに。いないよポン酢声優。永久に神手の3番に打ったポン酢。神手の4番、4番に打ちましたからね、うん、なのでここは当てていただきたいと思います。はいはい、ね、もうそらもレオちゃんなんて。レオちゃん外せないよこれ。ふみちゃんをね演じている身としてはもう、うん、ちゃんと憑依させてね。はい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 、入ったということで参りたいと思います、はい、皆さんいただきましょう。いただきます。いただきます。正直、うん、A と B の違い、うん、まだ分かってないです。全部美味しいな。美味しい。なんかね、ポン酢に外れがないと私は思っていて。美味しい。豆腐も美味しいよ。美味しい。全部ポン酢だな。C はですね、うん、あの柚子っぽさを、うん、ああなるほどね。感じました。言われてみたら、これが高いのか安いのかちょっとよくわからないです。うん。うん。ぐらいしか分かってないです。ぐらいしか分かってない。え、でもなんか A が一番味が濃い気がする。気のせいかな。それは気のせいではないと思います。あ、気のせいではない。あれ協力プレイだったけど。みんなで当てに。そうですね、行きましょう。 C に関しては一番柑橘系です。うん、確かに。そう、柚子っぽい感じはしますね。めちゃくちゃ柑橘系が入ってるんですけど、うん、そのちょうど間が B です。うわ、これもうやだ、外したくない。本気です。すごく怖い。恐怖を。月伏 TV 始まって以来の恐怖じゃないですかこれ。アイアイさんの A が一番滑らかで口当たりが良かった。で B、C は割と刺激があった。まあそうね。からなんか分かんない、全部美味しいんだけど何かが違うって思ったな A。 っていうちょっとまあ最終的な消去法ですね。私もですね、そのマイルドさを感じたのと、うん、あと味の深さみたいなのがあったんじゃないかなっていう、うん、こう出汁もちょっと感じましたし、うん、あんまり食べたことのない味のポン酢だった気がします。A チェックした気がします。それではね、あの唯一 C をお選びになったポン酢声優相葉さん、その心を教えていただけますか。私 C が、いや、まあ、確かに薄いんですけども、うん、水、水、あの水ってなんていうの、あの水って酸っぱい、あ酸っぱいのもあるんですけど、うんうん、濁ってるし、ただ濁ってる200円のポン酢もあるんですよ、うん、知ってるんです。さすがじゃないですか。すごい、まあ、今の気分が C だったんですよ。あ、なるほど。え、待って、いや C じゃないと嫌だ。嫌だ、 C じゃないと。それでは正解発表します。正解は、正解は小山倉知が選んだ A でした。イエーイ。ということでね、自称ポン酢声優の相葉さん、今の気持ちをお聞かせください。帰ります。もうポン酢好きとか言わない。これが自称がつくんです。自称ポン酢。やだ。